五行の構え、五行の構え、または五方の構え、五つの構えとは、剣術や薙刀で用いる五つの構え方である。現在は剣道、特に日本剣道型において使用される。武士が実際に神剣を用いて戦闘を行っていた時代の名残であるが、現行の剣道の試合で使う意味のない構えは境外化してしまっている。剣先を相手の目に向けて構えるもので、 西岸の構え、人の構え、水の構えとも呼ぶ。この構えからは他のすべての構えにスムーズに移行することができる。つまり、攻撃するにせよ防御するにせよ、この構えを起点とすることで戦闘中に発生する様々な状況の変化に対してとっさに対応できる。攻防強に隙が少ないことから、現代では剣道の基本として教えられる構えである。 刀を頭上に振り上げる構えで、前にある足によって、左上段と右上段に分けられる。稀に片手上段や持ち手を逆にした、右手が塚頭、左手がつばがは上段もある。現在の剣道では、中段の次に多く見られる構え方である。天の構え、火の構えとも言う。この構えを取っている場合、対戦相手を切るために必要な動作は、 極論すればその体勢から剣を振り下ろすことだけであり、切り下ろす攻撃に限ればおよそ全ての構えの中で、最速の行動が可能である。また、刀剣を用いた攻撃において、最もそのリーチを活かすことのできる構えの一つでもある。さらに、基本的に打突は、片手で打つため威力が増すなど、非常に攻撃的な構えである。反面、構えている間は面以外の部分をさらけ出している。 状態であり、防御には向いていない。また一対一ならば有効であっても相手が、複数ならば、左右の肘が四角となり使えない。格上の相手に対して構えると失礼に当たるとされる。高野佑ロ郎は十七歳の頃、片手上段に構えたことで対戦相手の岡田、貞田五郎を、三十歳の怒りを買い、袴落ちに染め混沌するまで疲れた。また、中山博道は、 晩年、先輩に対する冗談は無礼の極みである、名人達人にして、初めて把握し得る構えで、これは道具に慣れて三、四十年くらいの者のが取るべき構えではないとまで極限していい。なお、中段の構えの者のが冗談を相手にする際は、剣先を上げて、右にずらし、左小手に合わせる構えが基本とされる、平成眼の構え。 刀の剣先を水平より少し下げた構え方で、上段に体脂防御の構えと言われるが、機敏に動けないために攻撃には向かない。相手に対応するため、前を極端に大きく取ることがある。近年は見る機会が少ないが、中段や上段の次に使われる構えである。地の構え、土の構えとも言う。刀を立てて、右手側に寄せ、左足を前に出して構える。 野球のバッティングフォームに似た構え方。この構えを正面から見ると前腕が関数字の八の字に配置されていることから名付けられており、刀をただ手に持つ上で必要以上の余計な力をなるべく消耗しないように工夫されている。相手との単純な剣による攻防では実用性が多少犠牲になっており、例外的に相手の左肩口から右は脇腹へと斜めに振り下ろす。 けさがけや相手のさやを指している、側の胴体を狙った、逆動は仕掛けやすいものの、これらの技は、現代の競技剣道において、有効打突とならない、あるいは非常に判定が厳しいことが多い。長時間にわたって真剣、場合によっては、野戦用の大型な闘争を手に持ち続けなければ、ならない状況のために、自然発生したと思わしき構えである。発想の構えとも書き、 影の構え、木の構えとも言う、上段が変形した構えと考えられており、建物、飾りがある兜を着用している際に刀を大きく、振りかるのが難しい場合の構えである。真剣を用いた一体多数、乱戦、野外や市街地など障害物の多い場所での戦闘において、武具を装備した状態で真剣を抜刀したまま、 全力で戦場を動き回る必要がある状況では、役立つであるう構え出る。いつ終わるとも知れぬ戦闘では余計な体力を使えないし、そもそも単純に重い武器を何時間も構え続けるのは難しい。また、乱戦においては、仲間の位置との兼ね合いで、他の構えを取るスペースがない場合も大いにあり得る。具足を着用している時にこそ有効な構えとも言える。 写真のように刀を構えたら左肩の装甲が正面に来て心臓と喉元が隠れるためである。現代の剣道における試合競技は1対1で時間制限があり、あらかじめ決められた規格に従った道具を両者が持ち、障害物がなく範囲が定められたフィールド上で戦うことを要求される。さらに有効だとされる箇所が限られているため、八章が実際に 主力の構えとして使われることは稀であり、基本的には日本剣道型でしか見ることができない。右足を引き体を、右斜めに向け刀を右脇に取り、剣先を後ろに下げた構え方。相手から見て、自身の急所が集まる小中線を正面から外し、こちらの刀身の長さを正確に視認できないように構える。火の構え、金の構えとも言う。 左半身は無防備になり敵の攻撃を誘いやすく、相手の視線や意識から遠い下段や横から攻撃を仕掛けられるので相手の胴、固定、下半身への迎撃には有効な構え取る。現代の剣道では、市内の長さが規格で決まっているので情報戦の意味が薄く有効となる打突部位が厳格に定められているため、試合で脇構えが使われることは皆無に等しい。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。